はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい、えー、よくないお知らせです。ヨーロッパの食品、終了しました <laughs> あもう終了でございます。あのー、今月ですね。1月24日から、はい、ヨーロッパのありとあらゆる全ての食品に、 はい。いろんなね。いろんな虫ですね。いろんな虫の粉末が全部入ることになっております。全部です。1月24日からの製造年月日ですね。これに全部、ほぼほぼ強制的に入ることになっているようです。はい。えー、なので、今後外食にパスタは無理ですね。はい。えー、お家でパスタを作るときも、 はい。ええー、どこで製造されたか。はい。ヨーロッパのね、美味しい、あの、イタリアで作られた、あの、パスタにも、全部入ってます。虫が。もう、チーンですよね。もう、終了しました。終了です。終了のお知らせです。なんか、ドイツは、ちゃんと、あの、アナウンスがあったみたいですね。 はい、えー、前に、あのー、コメントでいただきました。ドイツはあ全ての,その加工職員に、ね、入ってますよということを、えー、なんかアナウンスがあったようです。ちゃんと、あのー、コメントにそういうこと書かれておりました。はい、す、え、べ、ー、てです。はい。 え、なので、えー、向こうからやってくるね。ヨーロッパからやってくるお菓子とかね。はい。ピザとかね。冷凍ピザとかね。ヨーロッパからやってきてますよね。あと、チーズとか。はい。チーズにも入りますから、はい。あ、乳製品全部入るって言ってましたからね。はい。えー、ということで、美味しかったんですけどね。ヨーロッパのチーズ。もう食べられません。 すべての加工ひょく食品にね、1月24日から、はい、すべて虫が入ります。はい、えー、今後、多分ね、もう食卓に並んでると言ってます。はい。書いてる人はね、これを、ブログをね。はい、えー、多分ね、あのー、いわゆる裏、裏をね、よく見て、買ってこない人たちですね。その人たちはもう知らずに食べてると。 はい。まあ、アレルギーある人いるんでね。はい、虫には。はい。あれ、甲殻類ですから、甲殻類とか、あとダニですね。私、ダニアレルギーなんですよ。はい。えー、花が出るのはそのせいです。はい。えー、まあ、掃除機でね、毎日掃除してるんですけど、ありますからね、あの、ホコリンのところにどうしてもくっついてますから、残ってますからね、ダニってね。 はい。でもね、あの、棒ダニのね、あの、薬剤は、あれは危険なんでね、それよりもね、えー、それは使いません。はい。えー、ということでね、ダニアレルギーとかね、甲殻類アレルギーの人はもう、ヨーロッパのものはすべてアウトだと考えてください。はい。パスタも家で作れなくなってしまうかもしれませんね。はい。えー、まあね、 え、作ることはできるんですよ。はい。えー、いわゆるね、えー、強力粉ですね。はい。強力粉と背盛りな粉を買ってきて、えー、家でね、あのー、こねてね、一生懸命手こねして、で、えー、パスタメーカーっていうのが売ってるんですよ。はい。 パスタメーカーですね。こう、くるくるって回すと、お小麦粉の練ったものをね、くるくるって回すとお、麺が出てくるやつが売ってるんですよ。はい。それで全部手作りしないと、安全、安心なあパスタはできないということになってしまいました。残念です。はい。まあ一部ね、あのー、なんていうのかな。 一部ですよ。一部企業のえスーパーなんかではね、あのー、タイ産とかね、えー、あの、アジアで作られたパスタも売ってますけど、えー、その原料がどこかということですよね。はい。パスタ用ミックスコーなんて使ってたらもうアウトですから。はい。え、ということでね。 えー、もうヨーロッパの食品は、さよなら、さよなら、しないといけなくなってしまいました。チーズ大好きだったんですけどね。悲しいです。あとビールもです。はい。アルコール飲料もね、全部、こういった虫が入れられるということになっています。はい。ビールも飲めません。美味しいね。ベルギービール美味しかったんですけどね。はい。 えー、私好きだったんですけどね、ベルギービール。はい。あのー、ね、なんちゃらホワイトっていうのがね、非常に美味しかったんですけど。はい。あれもね、もう飲めなくなってしまうんですね。悲しいです。す、なんて言ってもすべての加工食品ですから。はい。えー、そういうことで、パスタを家で茹でることも、もう無理ですね。 はい。えー、嫌ならもうね、強力ことを、あの、背盛りな子を買ってきてね、えー、自分でパスタメーカーでパスタを作るしかないということです。はい。まあ、大変な世の中になりました。はい。こちらのね、ウエファースですね。ウエファース、大好きだったんですよ。もう、これも食べ納めです。この一袋で。はい。えー、こちらもね、ヨーロッパのメーカーですからね。 はい。えー、こちらね、まだあのー、まだ大丈夫なんですけどね、アメリカ製なんで。はい。えー、ただですね、えー、ヨーロッパの次は、順番的にはね、アメリカ。アメリカの次は、日本ということなんで、えー、この波は押し寄せてきます。はい。なので、日本製でもね、安全なものが買えるのは、もしかしたら、今のうちかもしれませんよ、ということです。 はい。皆さん備蓄頑張りましょう。はい。えー、私は、これ、食べないでとどとこうかどうか迷ってますでもね、え、お菓子類ってね、食べないと湿けちゃうんですよね。こう、なんてきちんとね、パッケージングされててもね、えー、本当あの、悩むところでございます。はい。えー、ウェファース好きだったんですけどね、もうこれで終わりです。買えません。はい。えー、がっかりです。 はい。1月24日から終了しました。はい。残念なお知らせでした。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。もう泣きたいです。